ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がミニジョン・クーパーワークスクラブマン2021年式4800キロこちらの車両になります。というわけで、はい、この2人の紹介ということなんで、はい、そうですね、まずはどの立ち位置から話をしてるか最初に自己紹介させていただければと思います。はい、私辻パフォーマンスの方がボンドのミニ専門店で7年ほどメカニックをやらせていただいて、で現在、はい、車両紹介で動画を撮らせていただいて、つけまさんの方は現ミニ乗りですね。そうですね、もともと R50 乗ってる時のボンドの実はお客様だったということで、そこから R55 に乗り換えて、まあ、F には乗り換えていない R55 乗りのツッキーですね。はい、というわけでそんな2人でご紹介します。はい、今回のクラブマンなんですけど、もうついにさよならクラブマンじゃないですか。そうですね、はい、絶版車になってしまったということで、はい、もう次の方に引き継がれないのが、はい、もう確定したんですよね。そうですね、はい、というわけで、まあ、そういった希少性もあるのかな、うん、一番最初にこの車のポイントをお伝えしたいと思います。まずは、はい、まあ、変わるものがない、はい、であとは今回ご紹介するのが21年式後期型ということで、はい、このクラブマンの場合って前期と後期の差が結構大きいんですよね。大きいですね、はい、まあ、エンジンが違ったり、うん、エクステリアデザインが違ったりということなんですけど、後期の方が人気なのか価格が高い、うん、まあ、当然どんな車種でも新しい車の方が高いと思うんですけど、今サクッとこう中古車情報サイト見たら前期後期でもう1年年式が違うだけ、もう走行距離同じぐらいでもう100万円ぐらい違ったりとか。そうですね、はい、というわけで、まあ、そういった違いもある、うん、で今回ご紹介するのが後期なんで、はい、まあ、かなりいいんじゃないかなと、うん、もちろん安く電気型を買って、まあ、そこそこ乗るっていうのもいいと思うんですけど、はい、しっかりしたものが欲しいだとか、うん、これから長く乗るっていうことを考えたら、まあ、少し価格は高くなりますけど、後期型選んでいただくっていうのはだいぶいいんじゃないかな、はい、まあ、今後クラブマン買えないですからね。そうですね、はい、だ後期買って長く乗るっていう手は十分ありだと思いますよね。まあ、値段が上がるかどうかは微妙だと思うんですけど、うんうん、あの玉数は確実に減っていくじゃないですか。そうですね、はい、なので今欲しい方がいらっしゃったら絶対買いなのかな、はい、だともう一つは今回希少な黒、そうですね、はい、意外と少ないんですよね、うん、が出たと思って仕入れました。なるほど、はい、完全につくみはさんの趣味思考がなんか影響されてる気がしますけど、そうですね、はい、でまずエクステリアから見ていきたいんですけども、後期型ということで大きなポイントとしてはヘッドライトが違うんですよね。そうですね、で外周一周デイライトになってるのがこちらの後期型、はい、そして LED 標準装備なので、まあ、スタイリング的にもミニのこのアイコンの丸を強調された感じでいい感じかなと。であとはもう一個大きいポイントといえばやっぱりこのサイズかなと、はい、で全長の方が4275、全幅の方が1800で、全高の方が1470ということで、はい、F 型になった時にこの型になった時にすごくミニ大きくなったって言われたじゃないですか、うんうん、でもまだ小さいですよね。そうですね、でましてやあの現行のサイズを見ちゃうとそうでもなかったんだなみたいな。確かに、はい、そして早速横に回っていくと今回のお車はオプションも結構モリモリでついてるということで。そうですね、はい、まず足元こちら19インチがオプションですよね、うん、というわけで235の3519こちらのタイヤホイールになってると。そしてあとはジョン・クーパーワークスなんでこの大型のブレーキで、ブレーキも前期後期で違うんですよね、うん、キャリパーのデザインとその他スペックが少し変わってると。であとはジョン・クーパーワークスなんでスポーツスプリングが標準装備ということで車高が少し下がってる。でこの辺パーツ無限にありますからね。そうですね、はい、あの乗り心地良くしたいとか、うん、もっとスポーティーにしたいとか、はい、まあ、いかようにでもできるというわけでこんな感じの足元で、あとオプション大きなものといえば電子制御のサスペンション、うん、こちらは今回ついてないんですよ、はい、で個人的にですけどもし触ることを考えれば電子制御のサスペンションなし車がおすすめです。そうですね、でそもそもミニにはそれほど必要とは個人的には思いません。はい、はい、クロート発言が出ましたね。まあ電子制御のサスペンションだとあのパーツが違うんですよ、はい、で対応してるものが少ないんで、まあ、ごっそり変えるっていうのもできるんですけど、まあカスタマイズとかするんであればなし車選んでいただいた方がいいのかなと。であとはこの何といってもスタイリングじゃないでしょうか、はい、あの2台目になって4ドアになったということで、うん、使い勝手はググッとアップしてるのかな。ググッと上がりましたけどね、はい、月村さんが乗ってるクラブマンはあの絶妙なドアで、はい、まあ、使いやすさでいくともう雲泥の差ですけどね、はい、ただあのすごいファンを生みましたよ ね、 ね、初代って、はい、運転席側にクラブマンドアと言われる逆開きのドアがついてくると、はい、
で通常あの右ハンドル左ハンドルで入れ替えたら、うん、そういうのも入れ替わりそうなもんなんですけど、うん、運転席側にクラブマンドアがそのままついてるってことで、車道側に、車道側にそうですね、はい、でもそれでもなんかそこに文句言う人っていなかったっすよね、うん、だから車の魅力ってやっぱり違うんだなっていう、うん、その個性のところやっぱり使い勝手ばっかり追い求めても実際僕あのかれこれ16、5年乗ってますけどあそこを開けることまずないです、まあ、鉱石使わない方だとそういう、はい、荷物の出し入れにはほぼ使わないので、はい、なので初期型に比べるとこの2台目、うん、圧倒的に使いやすさがアップしたのかなと、はい、で後部座席を ある程度こう人乗るよりがやっぱり頻繁にある方はもう間違いなくこっちの方がそうですね使い勝手はいいです、あのファミリーユースなんかの方はもう圧倒的にこっちなのかなと、はい、続いて後ろに回ってきまして後ろも後期型ということで、はい、テールランプが例のテールランプになってます ねこれ出た当初衝撃でしたけど、ね、見慣れましたよね見慣れましたねあの光り方なんかはこの後の透過類の確認で見てみたいと思います、はい、であとは各部この辺も黒くなってたりとかモデルレター、はい、こちらのクラブマンあこれとっても黒なんでしたっけ、うん、この辺なんかもしっかり黒くなってるそしてジョンクパワークスリアバンパーかっこいいですよね、うん、横にここダクトがついててだとエキゾーストも専用のものになるとあの結構対向見えるじゃないですか、うんうんうん、で真ん中がめちゃ焼けるんですよね、はい、なのでこの辺は個人的には少し対策をしたい、まあ、マフラーごと変えていただいてもいいのかなと、まあそうですね、はい、で気になるサウンドの方はこの後確認してみたいと思います、はい、続いてインテリア見てみたいと思いますこのドアの締まりも F 型でなんかめちゃくちゃ良くなったというか、うん、そうですね BM っぽくなったというか、うんうんはい、そしてインテリアはインテリア一番ポイントですよね今回の車はミニの Yours っていうトリムパッケージが付いてるということでなんとこのスポーティーな車なのに中がレザーシートそして各部黒のこのパネルになってるとでこの辺もめちゃくちゃいろいろ種類があるんですよね、うん、だ本当に中古車だともう多分いろんな個体があると思うんですけどそうです、ね、今回のはもう全部黒で引き締まってる感じそして細かいところで言うとハーマンカーボンだったり、はい、その辺なんかもしっかりついてるこんな感じのインテリアになっております続いて乗ってみたいと思いますちゃんとスカフプレートもジョン・クーパーワークス、はい、そして剥がさない方も多いですよねそうですねでこちらの個体も養生がまだ貼ってありますけど、はい、あの早急に剥がすことをお勧めします、はい、あのノリ残っちゃうんですよ剥がれなく逆になので今回の車は貼ってありますけどもう購入されたらすぐ剥がすことをお勧めします、はい、そして乗ってみると我が家に帰ってきたような安心感そうですね何を隠そう私 F 型は乗ってないですけど、はい、あの R 型は初期型2台目と2台乗り継ぎましたので、はい、もうこの安心感ですよそしてシートはあの手動が標準ですよねそうですねでこの Yours のトリウムオプションを選ぶとこの電動になるんでメモリ2つ付きの電動シートになると、はい、で調整はそんな細かくできる感じではないですけどナンバーサポートもしっかりついてるこちらのシートそしてシートヒーターも漏れなくついてくるんですよねそうですねそしてステアリングはこんな感じでステアリングは正直いいですかあの前期の方がちょっと好きです、うんうんはい、ボタンはね後期でなんかこうちょっとポップな感じに、はいはい、ボタンもそうっすよね、うん、こんな感じのステアリングになってるそしてメーターも後期になってこの液晶メーターになったということでこの辺はいい感じです、うんはい、前期のアナログメーターも好きですけど視認性も結構いいんじゃないかな、うんはい、そしてヘッドアップディスプレイジョンクパークス標準装備ということでこの辺なんかもしっかりついてあとはセンターのこの 8.8 インチかな、はい、センターディスプレイこちらがメディアがちょっと弱いんですよね、うん、そうですよあでもタッチパネルになってるんだというわけでテレビとかついてないですもんねついてないですね単純にナビとその他設定っていう感じです、はい、まあこの辺りは後付けも一応できますけどもねあそうですね外部で入力することができると、はい、そして今回の車はバックカメラ、はい、バックカメラがオプションの車って今時珍しいですけどねまあこのサイズなんでいらないといえばいらないですけど、はい、ちゃんとバックカメラとあと PDC もしっかりついておりますなので、まあ、メディア関係、まあ、多数であればいろいろ携帯のミラーリングとか、うん、あとテレビとか後付けもできますんで言っていただけるといいんじゃないのかなとそしてあとはこの周りのリングですよねこれがいろんなものに連動するんですよね、うん、エアコンだったりだとか、はい、
あとはなんかアクセルとかに連動するやつありましたよね、うん、はい、そんな感じになってると。エアコンは一応デュアルゾーンのこちらのエアコン、そしてあとモード切り替えもついてて、この辺のデザインは割とこうずっと受け継がれてるのかな。そうですね、このトグルスイッチは。そうですね、はい、そしてあと置くだけ充電がついてるんですよね、これ、はい、ここでしたっけ、これ、はい、これ一時期ないの結構ありましたよね、うんうん、選べないとか省略されてたね、ですよね、うん、でこれついてるとあのワイヤレスのカープレイも対応ですよね、うん、そしてあとはこんな感じでセンターコンソールの中ちょっと物が入るようになっていると。そしてタイプ C が1個だけついてる。上に行くと今回のお車はハーマンカードンオプションついてるということで、これ12万ぐらいするんですよね。そうですね。で中古買うときに注意していただきたいのは、あの偽ハーマンカードンが結構ある、はい、ですよね。これだけ変えて部品で、うん、あの車外のスピーカー入れたり、もしくはこのハーマンカードンじゃないけどこのツイーターだけついてる場合もあるんで、はい、今回の車はちゃんと本ちゃんハーマンカードン、うん、でツイーターがついて、見分けるポイントとしてはこのスコーカーミッドの中ちゃんとシルバーになってるやつはちゃんとオプションのハーマンカードン入ってるやつです。そしてピラールーフ全部この黒のファブリックアンスラサイトスで、うん、になってると、はい、そして今回の車はサンルーフはついてないんですね。ついてないですね。スケマラさん的にはあればあった、あった方が望ましいですけど、いやない、探してもないついてる車レアですか。まずないです、はい、でまあ、今回の車屋根黒なんでサンルーフついててもあんまり目立たないですけど、あのミニのサンルーフ結構でかいんですよね。そうですね、はい、だ違う色のルーフ選ぶとサンルーフの存在感結構でかいんで、この辺は結構好みが分かれるところかなと。個人的にはなし派です。なし派ですね、はい、というわけでこんな感じになっております。続いて後席見てみたいと思います。後席月村さん乗ってみますか。はい、後ろ乗りますか。先ほどの前の席は動かさずに余裕だわ。初期型と比べるともう雲泥の差ですよね。そうですね、全然乗れる。レッグ、レッグスペースもちゃんと確保されてる。だって前の席も結構余裕持ったポジションですよ。でもこれ BM のあの3のツーリングなんか全然短いんですよね、うん、そうそうそう、全長でいくとね、はい、ただトランクがまあ少し省略されてる分ちゃんと後席も確保されてる。全然座れる。あとびっくりなのはあの横プラスアルファがついてるじゃないですか、うん、ちゃんとね。わかります？この BM でいうとこの三角地帯、お、はい、これ前のミニだったらありえないじゃないですか。ありえないですね、はい、ちゃんとここの分広くなってると、はい、ただ装備的なものが少し寂しいかなと、うん、エアコンは吹き出しだけです。吹き出しだけですね。ただ、はい、まあタイプ C が2機2口ついてますね、はい、でシートヒーターとかもないですもんね。なしなし、後ろはなしですね。で収納関係もちょっと弱いかなと、うん、はい、ただハーマンカードンはこうちらっと、あ、なるほど、ちゃんと後ろもついてると、はい、こんな感じの後席になっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクがこのクラブマンの一番の特徴ではないでしょうか。そうですね、はい、よくぞ残してくれたここはね、はい、こちらのリアゲート、これがこういう開き方するのって最近もうないっすよね。もうないですね、はい、本当昔のアメ車のバンとか、うん、あと国産車のなんかセッパゴンかなんかで、セッパゴンでこうちょっと左右非対称だけどありますね。でもこのツーリングワゴンのタイプでこれなかったっす、はい、というわけでこの初期型から続くこの真ん中で分かれて開く、はい、観音開きのドアですね、はい、でこれによってこの真ん中の視界がどうこうって結構書かれてる、うん、あの試乗車レビュー、うん、試乗レビューとかありましたけど、そうじゃないんですよね、うん、はい、そういうことじゃない、はい、ただそんな気にならないですよ。あ、気にしださない、もうその向こう側を見るわけだから、そんな個人的には気にならない。確かに、はい、これ買ってからなんだよっていう人もまずいないでしょうかね。そうですね、はい、というわけで気になる後方視界は試乗で確認したいと思います、はい、そして足で開けるやつもついてるんですよね。じゃあやってみますか、はい、まあ、鍵持ってれば。でもう一発いけるんですよね、はい、はい、というわけでこんな感じ。そしてただこれって、はい、あの洗車をしてる時とか、あ、わかります。あとはちょっと猫を通ったとか言うんで、はい、開いちゃうっていう、そうですよね、
デメリットもあってこの機構を外しちゃうっていう人もいますけどね。あの後ろギリギリに止めたりすると、うん、勝手に開いて、はい、こうぶつかっちゃったっていうことも聞いたことあります、はい、なのでここに関してはまあ便利なのかどうか分かんないですけど、まあ、こういった機能もついてる、うん、そしてトランクがちょっとさすがに狭いかなと、はい、360リッターということで、まあ、少し狭め、ただこの下もちゃんとあるんですよね。はい、なんでこのトレイ開けてもらう外してもらうすれば結構高さのあるものもいけるのかなと。そしてシートが一応424で倒せる。そうですね。そしてこの狭さというかコンパクトさなんで後ろからこうダイレクトにいけますからね、うん、424っていうのがこう親切だよね。そうですね。64じゃなくてだいたい64ですからね、うん、だから真ん中だけ倒したりもできると、うん、でこれ全部倒すと1250リッターということで、あの結構いろいろ詰めちゃうと、うん、前方からそうですけどタイヤ4本タイヤホイール4本なんか全然楽勝でしたよ、はい、だってシート2脚持って帰る方とか普通にいましたよ、うん、というわけで結構余裕のだから使い勝手もかなりいいんじゃないかなと。で細かくこういうあそこっすね、はい、これ立てるとトランク容量がちょっと増えるとこれですよね、はいはい、そうすると直角シートになると、うん、だわずかでありますけどこういう使い勝手も結構考えられてる、ね、こんな感じのトランクになっております、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が横置き直四 1998cc のターボで馬力の方が306馬力なんですけど、これが後期になって306馬力になったんですね。前期が231馬力、だから70馬力以上だからこの辺が多分中古車市場の値段差って多分ねここが大きいと思うんですよね。いやどうせならこっちのエンジンで確かに確かに確かに、うん、なんか信頼性も結構アップしてるとかっていう風に書いてるのが多かったです。なんかあの排気関係がごっそり変わってる、タービンとかもごっそり変わって、まあ、あとはその制御の方もしっかり変わってるとかほぼ別物っすよね、うん、でトルクの方が 450N でこれに組み合わせるミッションの方がハスグオートバー、これトルクオンですよね。そうですね。クーパー S だと DCT とかあったんですけど、はい、なんか馬力の関係で、うん、ジョン・クーパーワークストップレンジは、トルクオンのオートマを採用してると。ただ乗った感じ結構キビキビしてるオートマなんで、うんまあ、全然こうもっさり感はないですよね。そうですね。こちらなんとローンチもついてると、はい、ただ100回限定らしいです、うん、そしてジョン・クーパーになると全車オール4ということでこれが4駆になる。その恩恵もあって 0-100-4.9 秒、マックス250キロということで、スペック的にはシリーズ最速じゃなかったでしたっけ、うん、そうですね。そうですよね、はい、3ドア8バックよりかも300キロぐらい重たいにもかかわらずやっぱりこの馬力と四駆ということで、はい、トラクションで、まあ、そういったスペックになってると。 あと筑波さん、はい、もう一個ポイントとしては F 型になって劇的に故障を効かなくなった、うん、これありますよね。そうですね、はい、R 型って結構細かいのちょいちょいあったじゃないですか、うん、プラスチック、ゴム類、あとはタイミングチェーン、はい、あったっすけど F 型、まあ、車も新しいのもあるかもしれないですけどあんまり初期型もマイナスなことを聞かない、うん、信頼性は本当にぐんと上がりましたよね。ですよね、うん、だからまあ細かいところで言うとこのエンジン支えてるエンジンマウント、うん、このゴムが結構ダメになっちゃって、うん、エンジンがこう少し落っこちちゃうで振動が増えるなんていうのとかウォーターポンプのそのなんか付け根から漏れるとかっていうのは聞くっすけど、うん、なんかあんまりどうしようもない故障とかっていうのは本当効かなくなったと。まあ、この辺 BMW とエンジン共通化されてるのもあると思うんですけどかなり信頼性が高い個人的に思うんでその辺もおすすめのポイントなのかなと。こんな感じのエンジンルームになっております。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、行きましょう、はい、ちょっとじゃあ今日久しぶりに、はい、クラブマンオーナー月村さんドライブで、クラブマンって言ってもほぼ別物だけどもね、はい、そこに止まってますけど、ね、初期型と2代目全然別の車ですからね。そうだね、クラブマンと名前は同じだけども、はい、あれこんな感じでしたっけ。こんな感じよ。足が思ってたよりやばい、バグってるのかな。もうちょっと硬いイメージだったんですけど、うん、ああでもこんな感じですね。助手席と運転席結構イメージ違いますから、はい、めっちゃ聞こえるっすね、うん、排気音といろんなものが。ああいい、はい、まだこう車感があるよね。そうっすね、めちゃくちゃアナログ感残ってますね、うん、そして復習になるんですけど、今回の車はアーマンカードン、はい、あとミニのユアーズトリムオプション、これ27万もするんですよ、ね、うん、ただこれが付いてることによって全部シートがレザーになると。そうですね、今までってこのユアーズが出る前ってあの全部レザーなかったですもんね、うん、オプションでもジョングープは選べなかったですもん、ね、選べなかったですね、はい、あのダイナミカとレザーのコンビしか選べなかったんですけど、うん、このユアーズのオプションが出てからこれになったと。でヘッドレストはこのよく見るとパンチングでユニオンジャックが入ってるこちらのヘッドレストになってると、はい、質感もすごくいいです。はい、そしてステアリングもレーザーで、あとそのトリムオプションでシートヒーターと、電動シートになってると、はい、であと今回の車アラームシステム、うん、これ全部ついてるんですけど、あのルーフのアンテナのところの先っぽが赤くなってるやつ、うん、そうですね、はいはい、あれもちゃんとついてると、うん、であとはワイヤレスチャージング、カープレイ、あとは19インチのオプションのホイール、こちらもしっかりついてる。あとストレージコンパーメントバッグパッケージ、トランクが平らになるやつ、はい、あの辺とか全部標準なんですね。そうですね、あとライトパッケージとかヘッドアップディスプレイとか、うん、ACC もついてます。あ、そっか、 ACC もついてるんですよね、うん、進化したなミニ。あとは思ったんですけど、やっぱりその車の魅力ってなんか使い勝手とかなんかそういうのを追い求めちゃダメだなって思ったっす、はい、もう今の時代ちょっと、あーいい感じ。あれこんなうるさいんじゃっけ、ね、めっちゃうるさい。ちょっとあのポテンザロードノイズ大きいのか、うん、車がそういうキャラクターなのか、結構ロードノイズも聞こえるっすよね。ただ音は結構レーシーなサウンドが聞こえます。そして電子制御のダンパー入ってないんで、今スポーツになってますよ。今スポーツだね。スポーツに入れても乗り心地は変わらないと、うん、結構オールマイティに使えるんじゃないかなっていう。飛ばしてもこれだったら足しっかりしてるんで安心だし、うちらあの R ノリからすると相当足は柔軟というか、はい、ソフトなイメージ。ミニこれで3代目じゃないですか、うん、あの初代2代目まではあのリアのサスペンションが絶望的に終わってたんで本当にストロークが紙一重ぐらいしかないで、 F 型になってリアの足回りが一新されて、あのスプリングとショックが別になったんですよね、うん、でその関係ですごくストロークが取れるようになったんで、かなり乗り心地も良くなってる。だってもう初代2代目ってあのバンプタッチがもうすぐバンプタッチしましたからね。ひどかったね。だからローダウンするのにちゃんとバンプも短いのにしてあげないと、うん、もう絶望的に乗り心地が悪い、うん、あの初代2代目両方買ったんで、はい。であれもちゃんと足選んであげてセッティング出してあげれば結構乗り心地いけたんですけど、うん、まあ、F 型はかなりその辺もそもそもが改善されてるんでかなりいい感じと。ましてやこのクラブマンは本当にしっとりと、ジョンプワークスでもしっとりと乗れますよね、はい、確かにホイールベースも伸びたし、うん、はい、乗り心地もすごく乗用車になったなと。だから癖強いのは前期型、うん、もっと言ったら先代、うん、なんですけど、もうだいぶこうマイルドになって、まあ乗りやすくもなってますよね、うん、ただそのクラブマンドアだったりだとか乗り心地のとこだったりだとか、あとステアリングフィール結構独特ですよね、ミニ。そうね、この辺はしっかり残ってると。で実際こうミラーを見て、はい、後ろのクラブマンドアの真ん中の柱を見ても、はい、個人的にはその向こう側を見てるので、確かにもう気にはならないかな。
まあもう長年あの柱になっちゃってるっていうのはあるけども、いやもうあと思ったんですけど、もうそういうなんていうんですか、個性とか、うん、もっと言ったら不自由を楽しむ時代だなと思うんです。だって言ったらゲレンデだってそうじゃないですか。そうね、あの半ドアで閉まらないドアと、うん、はい、乗り心地の悪さと、まあネットとかってあのいわゆるノイジーマイノリティな人の方がやっぱりどうしてもね目立っちゃうからね、はいはい、まあそういうのもひっくるめてミニということで愛していただければというと。そうですね、うん、ただやっぱりその少数派ではあったがために今方でもうなくなっちゃったじゃないですか。そうね、ただそのブランディングとしてはこういう個性の強い車ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ、うん、だからそこって目に見えないんでなかなか難しいと思うんですけど、じゃあ売上至上主義でその売れてる車ばっかりその要望通り使い勝手よくして売れてる車だけ残してでちょっと思っちゃいますよね。クラブマンなんてね細々と残しておけばいいのにね。ああ、うん、まあでもコストにもう見合わないっていう判断に多分なっちゃったんだと思うんですけど、でもメルセデスとか BMW とかアウディなんかもドイツのメーカーなんかはステーションワゴンは必ずこうどのクラスも作ってくるじゃない。ああそうですね、お日本車はなんか流行り廃りで、はい、ねえ、なんかステーションワゴンなくなっちゃったりとか、はい、SUV になっちゃったらみんな SUV みたいな、確かになっちゃうけどね、ドイツのメーカーなんかはみんなそう出してんだから、クラブマンはなんかクラブマンとして細々と出しててくれてもいいような気はするんだけど、ドイツ特になんかその日本でいうミニバン、うん、今もこう隣とかたくさん止まってますけどミニバンが全部ステーションワゴンになったぐらいの感覚ですもんね、うん、だからアウトバーンとか走るとステーションワゴンめちゃくちゃ走ってますからね、うん、どのメーカーも出してるし、ミニバン自体がねない、そういうカテゴリーがあんまりない、そういうのがね、確かに確かにミニ、そうするとステーションワゴンなくなっちゃいましたからね、うん、今度新しく出るエースマン、まあ、5ドアの EV とクロスオーバー、クロスオーバーカントリーマン、うん、はい、なのでもうこれ探してる方はもうぜひ、ね、僕も思うんですけどなかなかこの答えは出てこないんじゃないかな、うん、クロクロ、そして月村セールス一押しポイントスケスケ、はい、はい、今回なんとプライバシーガラスじゃないスケスケガラス、クリアガラス、そしてちゃんとフィルムも貼ってない、はい、最高っすね、うん、はい、なかなかいろいろ条件絞ると多分出てこない組み合わせじゃないかなと、ね、あとは途中でも言いましたけどいじりたい、うん、あの名古屋の少し前にいじらせてもらったブログに出てたクラブは見ました、うん、あ、見た見た、あれめっちゃかっこよくないですか、うん、あれかっこいいっすよね、ああいういじり方好きなんですよね、もうとにかくシンプルに色の数を減らす、うん、徹底する、でもそれだけでめちゃくちゃかっこいいと、え、こんなうるさかったでしたっけ、うん、後期になってから排気音も少し変わりましたよね、うん、そうだね、排気関係の取り回しが変わった関係なのか制御の関係なのか結構音が静かになった、あとエンジンもすごいマイルド、マイルドっていうか馬力上がってるんですけど使いやすくなった感じありますけど、久しぶりに乗ったら結構排気音するっすね、最近の車がいかに静かになったかっすよね、そうだね、結構うるさい、でも大丈夫ですよ、ちゃんと車検に通るやつで、あのカエルマフラーもありますから、そうね、はい、個人的にはレムスがおすすめです、はい、もうほぼほぼ今レムス一択だよね、そうですね、うん、海外どうなんだろう、ただこのスイッチはいただけない、ただヨーロッパはなんかまた見直されて物理スイッチが、ね、みたいですね、戻ってきてる感じだよね、はい、らしいですよ、結局なんか統計っていうか取って、はい、その操作時間とかその見ちゃう時間とかっていうのをいろいろ取ったみたいだね、そうするとやっぱり物理スイッチの方が運転しながらっていうには向いてる、うん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 、必要なものだけでいいから出しといてほしいですよ ね、そうね、使いやすく、これ運転しながらじゃ分かんないもんな、どこ触ってるか、確かに、うん、だから使用頻度の高いのだけでいいんで、そうね、うん、せめてね、
そしてですね、久しぶりに乗ったらやっぱりステアリングフィールがめちゃ独特、うん、あの比較的ステアリングが重ためです、うん、でこうなんだろうな、本当独特ですよね、ビームとまた違いますよね、うん、そうね、ゴーカートフィールなんて言われるんですけど、まあ、もちろんそのホイールベースが伸びてる分と、うん、まあ、この車体になってる分、うん、あの3ドアみたいなキビキビさはないですけど、それでもなんかすごいリニアというか、うん、はい、そしてちょっと踏んでいいですか、あ、早い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 、うん、そして飛んでく感じしないっすね、そうね、そしてしっかりバブリングも、うん、ああいい感じです、思い出しました、そういえばこんな感じ、そういえばこんな感じ足はだから全然僕は許容範囲、むしろもうちょっと硬くてもいいかなって感じしますけど、細かい入力は結構拾うっすね、タンタンみたいな、うん、全体的なこうゆっくりこう大きいこうなんていうんですか、路面のうねりとかは割とこうもっと足しっかりしててもいい気がするっす、ただファミリーユースだったらこれぐらいかな、むしろ街乗りだけするんだったら、特にそういうスポーティーなの好まないんだったらもっとしなやかなのもあるんで、まあ、そういったのを選ぶのもいいかな気がします。あとミニって、まあ、BM もそうですけど専門店あるじゃないですか、うんうん、うちでもだって専門部署、そう、ね、ボンドミニがあるじゃないですか、ボンドミニ死ぬほどつけてますからね、足回りとか表彰されるぐらいつけてるからね、本当っすよであと一個思うのは、結構そのミニの2の方ってこう横のつながり強いじゃないですか、うんうんうん、ミニコミュニティで、うん、でまあいろいろパーツのその情報交換とかされるのってすごくいいと思うんですけど、専門店にぜひ聞いてほしい、うん、足回り何がいいですかみたいな、そのミニのコミュニティで相談されてるのよく見かけるんですけど、うん、いろいろ使ってる方はいらっしゃると思うんですよ、うん、マフラーにしろ足回りにしろ、けど比べてる人ってそうそういないと思うんですよ、うん、いや足回り5種類試しましたよっていう人いないじゃないですか、で専門店だったらお客様の車市場とかに乗ってるじゃないですか、で比べてるじゃないですか、うん、ぜひちょっとその専門店の意見も聞いてほしいです、そうね、はい、F 型のこれが出る直前ぐらいに僕は動画担当になっちゃったんで、これはそんな乗んなかったですけど、もう R 型はもう死ぬほど乗りましたからね多分そうよね、はい、散々ね、車外足回り車外マフラー多分全部試したんじゃないかっていうくらい、いやいい、でも F、まあ、特にこのクラウマンのジョン・クーパーワークスっていうと足っていうとそんなに選択肢はないよね、まあそうっすね、カーベイ、ビルシュタイン、まあその辺の、うん、はい、あと BC レーシングとかも出てんじゃん、あ、BC も出てんの、ベタベタにしたいんだって BC レーシングとか、うん、そしてですね、あとミニといえばもう一つ大きなポイントといえば、ブレーキがかなり効く代わりにダストが死ぬほど出るっていう、うんうん、今回の撮影車両も仕上げが甘いんじゃなくて、もうちょっと移動しただけでそうなんだ、ね、ダストがすごいっすよね、ブレーキのそのパッドから自体ももちろんダストが出るんですけど、ローターの攻撃性がめちゃくちゃ高いんですよね、うん、だからローター結構ザクザク削っていくタイプ、本当に早めに交換だったら、まあパッド交換2回に1回ローター交換って感じですけど、それこそブレーキパッド使い切っちゃうような乗り方だと、もう初回のパッド交換でもうローターも交換した方がいいぐらいなっちゃうと、でブレーキパッドもその低ダストのタイプ、長寿命のタイプがあるんで、まあ、街乗りだけだったらそういうのを選んでもいいのかなっていう、そうね、まあそこはもう ミニとか、まあ特にうちで販売してさせてもらう時なんかマストでご案内して、そうですね、うん、もうミニ限らずですよね、うん、ただパッドも低ダストとか長寿命にするとやっぱり効きは純正パッドに比べると少し甘くなっちゃうんで、うん、まあ、飛ばす方とか、そう、ね、タッチがちょっとね、初期タッチがちょっと変わるんで、ね、すよね、止まんないってことはもちろんないですけど、うん、まあ、ちょっとその辺のニュアンスが変わるんで、うん、カスタマイズの相談から
車の購入から月村セールスにご相談いただければ。いや、いい車ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、途中でもお話ししましたけれども、あのカスタマイズしていただくのはかなりいいんじゃないかなと。そうですね、はい、本当に無限にありますよねパーツ。そしてあの何度もミニの紹介の時に話すけども、案外安い。あー、パーツ一つ一つですよね、はい、輸入車の中ではパーツのチョイスも豊富だし、それぞれ値段も確かに結構国産車並みの価格でいじれるので、で、はい、方向もいろんなのありますよね、うん、本当にスポーティーにしたいっていうパーツもいろいろありますし、はい、もちろん快適にしたいとか、あとドレスアップしたいとか、そうですね、まあ、いろんなものが無限にあるんで、はい、その辺も月村セールス自身でも載ってますから、ね、そうですね、答えられますよね、はい、そしてミニの買い取りもぜひお任せいただけると、はい、ぜひ買い取りさせてください。切実、はい、というわけで今回はミニクラブマンジョン・クーパーワークスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。